到着。旧ケヤ村、ケタニ村、どっちでしょうね。文庫到着です。かなりの奥田舎です。ケヤなのかな、ケタニかな、どっちだろう。でもね、これもうなんかで再利用されてますね。ちょっとこっち横行ってみましょう。ほら、あーでも石垣とかねあるから、昔この辺お家とかもっとあったのかも。あ、なんか見えるけど、そんなにはわからんね。あ、ここ教室か。あ、教室、テーブルと、テーブルじゃない、机とかあるね。先生のテーブルも。井戸だ。井戸発見。昔はね、どこでも井戸がありましたもんね。あんまり中が見えない。もう完全に再利用されて、中が見えないですね。3年。とりあえずね、こんなところにあるから。こんなところだよ。本当に何にもない。すごい。すっごいね。何人おったっちゃろうね。ここね、生徒。まあかなりの少人数だったんでしょうね。川のせせらぎしか聞こえてこない。ここね、すごいね。当時のものとか何もない。まあ一応これがね、まあ専門なんですけど、文字も彫られてないし、わからんね。あんなところにポツンと一軒家。あ、ここだと全体の学校が映る。あっちは何だろう。ちょっと行ってみようか。すごい、ちょっとこの辺ね、中津でも結構奥地に来てるんで、はい、通り沿いね、たまたま見つけた。これ多分保育所の廃墟ですね。漁師の家として使われてるようですね。使われてるのかな。あ、ほんと当時のまま。保育所ですね。保育所かな。あ、卒園って書いてある。平成元年ってことは30年前ぐらいね。飾りとかもあるし。結構朽ちてますね。靴箱。あ、ベビーバスとかもあるもんね。もうね、なんか形見ると学校系のね、廃墟はね、わかるようになりましたね。いろんなものが散乱してる。あっちの廃墟が気になる。
ここもいい感じ。ここは、あ、トイレだね、子供のね、ほら、かわいい。昔はフェンスとか、ここあって、ちょっとした運動場的なものだったんでしょうね。こっちがだから多分先生たちのお部屋なのかな。ちょっと裏に行ってみましょう。タイルだ。結構じゃあ古い感じの。保育所って書いてあるね、これね。山国町保育所って書いてある、これ。はい、保育所の名前が書いてありました。月の木保育所ですね。この界隈も県境のね、集落とあって、多分お子さんたちも少なくなって、まあ廃園になったんでしょうね。